ずらりと並ぶ服やスニーカーに高級ブランドのバッグまで、およそ1万点の衣類などを扱うのは名古屋市名東区にある中古品のリユース店セカンドストリートです。その店内で今人気のコーナーは、こちらが家具家電コーナーになります。取り扱うのは1000点ほどの家具家電、中でも冷蔵庫や掃除機、ソファーなど新生活に必要なものが特に売れているといいます。物価高の影響でリユース品に注目が集まっていると思っております。総務省によると、家庭で消費する物などの値動きを見る2月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月より 3.1% 上昇。電気冷蔵庫は 26.1%、 ベッドは 11.1% と、新生活に必要な家具・家電の価格が大幅に上がっています。一方、こちらの店舗では利益を抑え、リユース商品の価格を据え置いてきたこともあり、売り上げは大きく伸びたといいます。昨年に比べて家電製品で、売上金額 115%、 家具で、125% 上がっております。そんな店内にはこんなお客さんも。今日はソファーとかテーブルとか家具を探しに来ました。他の家電とか買ってだいぶ出費がかさんじゃったんで、できるだけ抑えるところで抑えようってことで中古ショップに来ました。これからまた生活していく上でお金かかると思うので、初期費用でできるだけ抑えたい。この春、地元静岡県から愛知県の大学に進学し一人暮らしを始めるという松村力さん。冷蔵庫や洗濯機などの家電を新品で揃えたところ、物価高で予算がなくなりそうになったといいます。そこでこの日はリユース品の家具を選びに来ましたが、でかいか。でもあのサイズ考えるとちょうどいいでしょう。これこの値段でしょう。いいね。丸一個間違えてんじゃない。これがいい、これがいい。テーブルの値段は300円。驚きの安さに購入を即決しました。はい、もう決めました。この日は他に3900円のソファーと900円の本棚も購入。お気に入りの家具を予想以上に安く揃えることができました。予算はもうだいたい中古のもので買い揃えても2万ぐらいかかるかなと思ってたんですけど、実際は1万以下で収まりました。これからの生活のことも考えるとだいぶ安く抑えられて嬉しかったです。